モスクもね、こうやって回し車で遊んでくれればいいんだけど、またどうせしばらくしたらカタカタ始まるんだ。新しいかじり機入れたらね、かじり機なのかかじり機か、ちょっと興奮してますね。ちょっと興奮状態に入ってます。行ったり来たり行ったり来たり。メスちゃんはあんまり変わらないな。あんまり変わらないですね。メスちゃんの方はね、でもかじり気はかじるんですよ。オスくんはあんまりかじらないんだけどな。かじらないんだけど興奮はしてますね。オスくん、何してんの？オスくん、回し車しなさいよ。何をそんなに興奮してるのか。なんだよ。ケージの中に手突っ込んで、なんだ、かじり機設置したからかね、なんか興奮してるんですよね。そしてガタガタ、そしてガタガタ。始まった始まった、いつもの始まったよ。回し車か、かじり機やってほしいんだけどな。オスくん、なんか散らかすね。なんか散らかすじゃない。動きが早いな今日は。お、登るのか、とうとう。とうとう登るのか。運動量が多いからかどうかわかんないけどね。まあオスはもともとちっちゃいというか痩せっぽちなのかもしれないけどね。なんかまだまだちっちゃいんですよね。メスちゃんはね、こう手のひらで手で持つと割と大きいんですけどね。大きくなってきたんですけど、オスくんはなんだかいつまでも痩せっぽっちでね、痩せっぽっちのオスくんなんだよね。スポッチオスくん、ん？痩せっぽっちのオスくんなんだよね。いつまでも。元気がすごいね、なんか。痩せネズミのオスくん。元気がいいじゃない、なんか。
うん、おい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 、落ちる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 、なんでいつもガリガリすんの。かじり器やりなさいよ、かじり器を。せっかく買ってきたんだから、せっかく買ってきたんだから。お尻今フリフリになってた、かわいい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。もうかじり器、かじり器、そうそう、あーなんだよ、それじゃあまた。